行きます。今日は娘が釣ってきたツバス、大阪湾のここから船出して、そこから船釣りした娘からいただいた魚でさばいていきます。まあ、初めにね、おろしてさばく、これがね、こんな、まあ、以前スズキの75センチっていうのをさばいたことあるんですけど、それよりもこのツバスっていうの、ハマチの、まあ、出世魚っていうことなんですけど、まあ簡単でしたね。で、今これ2匹さばかせてもらいますけど、湾曲してるのは硬直してるんですね。四合硬直ですよね。まっすぐになってね、やっぱこう、クーラーに入れ、でかいんでクーラーに入れていて、こういう形になって、あとこれ鱗を取る作業を今してるんですけど、まあ、鱗がね、あのツバスっていうのは、ね、細かいんで、比較的というかだいぶ全然やりやすいですね。水を流しながら、100円ショップのダイソーの鱗取りでやってもいいし、包丁でやっても細かいとこがね、できるのがね、包丁ですんでね、包丁の方が良いかもしれないですね。水を流しながら包丁で、頭の方に向かって、こそぎ落とすような感じ。どうやろうかな、頭、どっから切ったらええね。でほんまはね、こんな切り方ではちょっともったいない切り方なんですけど、ほんまもっとね、釜の方から切ってやるっていうのがあれなんですけど、まあこのさばき方も、まあ、大体の参考で、あ、こんなやり方適当にやってんのちゃうかなと思うような、形も見ていただいて、初めにこう骨をぶった切ります。なかなか切れてませんけど、骨が切れない、骨を切ってお腹を裂いて、で内臓を出すっていう感じで思ってるんですけど、まずはじめに背骨、首の骨が切れないですね。どうしようか、こう迷いながらやっております。あ、後ろ誰か通り過ぎて、家族も誰か通り過ぎてます。メバルを今につまた別で煮つけてるんで、返してくれって言ってますね。裏返してくれって言ってます。このさばくときに、やっぱりこう今回初めてやったんですけど、あの軍手ね、左手に、まあ利き手が右手であれば、軍手を片方の手にして、で滑りにくいし痛くないし怪我しにくいしっていう感じで、両手はね、やったら包丁の持つ時やったら余計に危ないんで、そうじゃなくて、包丁を持つ手は軍手なしで、そうじゃない手は軍手で。案外動画にちょっと暇ありますね。カットしたらよかったですけども、このままいっちゃいます。で早回しでこの、ツバスさばき動画見ていてください。もう早送りで自分の好きな、部分だけ切り取ってっていうか、早回しで見ていただいたら結構です。全部見とったらこれ22分ぐらいあるんで、皆さんの時間をお手間を取らすことになりますんでね、早回しでやってください。この頭切るのにどんだけ時間かかってるか、めちゃくちゃ時間かかってます。ほんま頭もこう関節のとこにね、背骨の、軟骨関節の部分にはめ込んだらすぐ切れるみたいなんですけども、ここからお腹裂いていきます。でまた、お腹今裂いてるんですけども、カメラの角度がね、
っぱこう自分側から撮らなく見にくいですよね。これ上から撮ってるんですけど、これから今度ねやるときはこう自分側から、撮りたいと思います。まあ頭を切って、それから内臓も、お腹、胸、それであと肛門の方まで切って、それから、一緒くたに出します。ほんまこれ頭もねもったいないんですけども、ざっくり多めに切ってます。それで血が出てるんで、まな板洗います。やっぱ血抜きがねこう、現場で船長さんが船釣りしてるんで締めてくれてはるんですけども、やっぱ血抜きはできてないので、まあまあ血が出てきましたね。やっぱこう血を、取った方がほんまの旨味があるって言ったら、そっちの方がまあうまいとは言われてますね。生臭さがなくて、今は、血合い背骨の部分、内臓の奥の、一本線、背骨のまっすぐ横に何度か切り込み今入れてますよね。入れてその血の塊みたいなのが、そこで固まってますんでね、それを、包丁で膜を切って、血の塊を切って、かき出します。水洗いでかき出しますね、しっかり。それこれをやってなかったらね、あのブルンブルンとしたような血の塊みたいなのが溜まっとって、それが付着、刺身とかに、ね、付着したらめっちゃ、気持ち悪くてやっぱ味悪いの、しっかりこの血合いっていうのは、かき出します、取ります。またこのちょっとやっぱり若干やりにくいのは、これ死後硬直で、身が湾曲してるんで、だいぶやりにくい部分あるんですけど、まあこれしっかりちょっと時間をかけて、なかなかちょっと取れないんで時間をかけて、しっかり取っている模様でございます。こういう部分もちょっと短縮して、あれですね、カットしたらよかったですね。そのままほぼ、カットもしてるんですけど、ノーカットの部分も、まあ、実際のさばき方っていうのを見ていただきたいんで、カットを多くしてないのでこういう形になってます。早送りしてください、早送り見てください。念入りに、試合を取ります。これも絶対残さないようにね、あ、めんどくさいわ思って、そのまましょったらもう、生臭い感じの気持ち悪い、刺身とか、切り身が出来上がっちゃいますんで、そこはもう重々気をつけてやるようにします。でも早速ね、ちょっとあの早回しなんですけど、お腹から切る方法もあるし、今回は肝心なとこ見えてないんですけど、骨に沿って一本線を引いて、でそこから両側ね、お腹側、背中側に、どうですか、綺麗に取れてますよね。次また裏、まあいろんなやり方あるんですけどね、腹開きから背開きから、これまあ僕はちょっと背開きから行って、骨に当たるような感じでカチ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 って言うんで、切っていきます。お腹側と背びれ。それから、両側、背びれ側とお腹が切れてるんで、切っちゃいます。これでもそこそこね、うまいこと切れるんですね。あと、腹が残ってるんで、それはもう、大胆にね、やっぱりさばき方があんまりうまくないんで、身が残ってるんで、これをまた荒炊きにして食べます。
身がいっぱい残ってるんで、結果、甘辛く煮つけで、メバルのような形で生姜も使って煮つけましたけど、まあうまかったですね。これもね、頭もね、これ大胆に切り落として身がこういっぱいついてるんですよね。これちょっともったいないんですけど、ほんまやったらこう、頭もあって、それでつばす汁とか味噌汁とか、やった方がいいんですけど、今回ちょっともう、それほどの気力がなくて。だけど今回やったある程度の大きさのつばすをさばいたことによって、もうコツっていうのがね、なんとなくよく分かりましたね。皮の剥き方であったり、まあ普通のさばき方であったり、背骨、中骨を取ることであったり、あと、腹骨すいたような形で、今からまたさばき動画ちょっと見していきますけどもね、出てきますけど、頭はねちょっと何ともならんで、硬すぎて、これもコツあるんですけど、これ2匹目のつばすというか、ね、ちっこいんでつばすよりも、またちょっと名称あるかもしれないです。前のね動画でもお伝えしたいんですけど、胸びれとか背びれとか他のこう出てるヒレ系とか、トゲ系のやつは初めに、みんなキッチンバサミで切っとく。そうせえへんと、こうさばいてる間、鱗取りをしてる間に刺さっちゃうんですよね。刺さったらすごい産んできて、雑菌がめちゃくちゃ入ってるんで、えらいことになるんで、これ僕も2週間ぐらいこう刺さったことがあるんですけど、ほうぼうですね。ほうぼう。背びれが、背びれというか、腕びれですっていうんですかね。あの背びれの方に引っかかってしまって、2週間ぐらいめちゃくちゃ痛かったですね。ですんで、魚をさばく際、鱗を取る際は、できたらというか必ず、背びれ、胸びれ系とトゲ系はもうみんな、キッチンバサミで切り離すようにしてください。で今も血合いを取って、まあ、いろんなこれも、やっと気づいて、これちょっとさばき方見れますね。先ほどは全然見れませんでした。こう骨に沿って切って、で開けながら骨の上を切っていきます。背骨まで切りますね。で背骨の方からも腹の方も切れてるんで、すぐ切れちゃうんですよね。うまいこといきます。でこれもちょっと見えやすいようになりましたね。骨に沿ってカチカチ言いながら切って、それからお腹一本線ライン入れて切ると。でお腹も胸も切れてるんで、すぐ切り落とせるという感じです。これが三枚おろしですね。まあさっきのあのつばすをおろす時よりも今ちょっと画面上では、見れましたね。とにかく胸お腹から、薄手に、骨を意識しながら薄くこそぎとく。様子見ながらね、一気にやらんでいいですよ。あと腹びれなんですけど、腹骨なんですけど、逆包丁で一回ラインを入れてから骨沿いに薄くスライスして、そして最後の切り終わりの時に包丁を立てる。見てくださいね。骨沿いにスライスして、で最後に包丁を立てて切り落とす。最後ね、皮の部分ですね。
逆包丁で切って骨に若干上向いた形でやって、で最後に立てると、包丁を立てて切ると。これでね、めちゃくちゃ三枚おろしのめちゃくちゃ切り身できるんですよ。この腹骨をうまいこと切れるようになったら今回初めてですね。めちゃくちゃうまく切れました。綺麗にできました。次に、2匹やってるんで 1,2,3、4切れあるんですけども、これも贅沢に、中骨を、まあ、ちょっと多めに切ります。これも、魚の荒炊きで使いますね。ちょっとだけ娘に手伝ってもらってます。で多少ちょっと、血がついてる部分はもうカットしますね。で次に、皮を剥いでいきます。皮もね、新鮮ですんで、すぐ剥がせます。薄くやって皮を引っ張るような形で、身から削ぎ落とすような形ではなくて、皮に包丁を入れて、それから皮を引っ張っていくっていうイメージで見たとやってもらったら、皮を引っ張る、包丁はそんなに進めなくて皮だけを引っ張っていくっていう感じですね。一応うまく出てきました。あともう一枚ね、背骨を、まあ贅沢に切って、やっぱ刺身の時にね、こう骨が入っとったら気分悪いというか気持ち悪いですんでね、背骨を切って荒炊き、そしてこれから皮ですけど、皮を引くのは皮を引っ張るだけ、包丁は、あんまり動かさない、少しは動かしますけどあんまりギコギコ動かさないです。入れて、皮を引っ張る感じです。皮を引っ張っていく、これで綺麗に取れるんですよ。今回慣れてるような感じでやってますけど、今回でなんとか慣れたって感じですね。ツバスのこうちっこいやつを今回またやっていきます。まあ、同じような感じの動画なんですけど、皆さんにこう、分かってもらいやすいかなと思って、こう何度も、同じような場面ですけど、まあ、違う場面なんですけど、皮を剥く、皮を引っ張る、包丁はそのままで、もう一回皮に入れ、皮と身の間に包丁入れて、皮だけ引っ張る、これでめっちゃうまいことできるんですよね。最後これも反復ですけども、見とってください。真ん中背骨の方をやって、皮の隙間に包丁入れて、で皮だけを引っ張る、包丁はその位置からほぼ動かさない、ほぼ動かさない、ほぼない。最後です。包丁は入れるだけ、若干動かすだけ、めっちゃうまく出てきましたね。いや、こう、あと刺身切ります。いろんなこれ切り方あるんですけど、今回ちょっとふんだんにあったんで、薄切りっていうやり方も、まあ、ポン酢で食うっていうの好きなんですけど、今回は、太切りで、こう切って、ちょっと横にずらしてっていうやり方、まあ、後でやりますね。今はもうこれ、ざっくりざっくり。1センチぐらいですね、1センチ強ぐらいの分厚い感じ、この分厚い感じのお刺身もうまかったですね。普段でしたらこの一皿ぐらいやったら、そうですね、もう10人前以上
あるぐらいの量は取れましたね。もっとですね、20人前ぐらい。店屋やったね。店屋やったら1人頭、2切れとか3切れ、まあ1人前で出てきたら、大衆居酒屋やったら4切れぐらいが関の山なんですけど、今のこの切り方ですね、今あのよく使われてるというかよくやられてる、刺身の切り方が今の切り方ですね。一発目はこうざっくりざっくり切ったんですけど、今回は切って横にずらして、横にずらして少し包丁を傾け、今使ってるのはあの捌くとこ時の出刃包丁ではなくて刺身包丁使ってます。刺身包丁これはね、あの出刃包丁は鉄やったんですけど、今回は刺身包丁はステンレスですね。扱いやすいんで、研ぎ方とかそんなのも一緒で、あとまあ四重ね、あの今日みたいなさばいて当然刺身包丁使う場合よりも、普段あのスーパーで買ってきたブロックのやつをさばくっていうか切り分けることが多いですね。そっちの方がお得ですね。どうですか、この肉厚のめっちゃうまそう。以前に出しました朝食動画でこれも食べきれへんかった、まだまだあるんですけど、この後、しゃぶしゃぶにもしましたね。ブリしゃぶじゃなくてつばすしゃぶ味見します。めっちゃうまいです、最高ですよ。わさびはつけてないです。この厚み1センチ以上、うまーい、最高です。娘さんありがとう、またアップしますね。ありがとうございます。自分でさばいて自分で食う、最高です。